はい、多分風チャンネルのルーリオです。本日はですね、先ほど公開になりました、藤井風さんの寝そべり配信 Happy Holidays 2023 につきまして、なんかもしかしたらツアーの発表もあるかもみたいな、自分のね、僕の感想をお話ししていこうかなというふうに思っております。このチャンネルでは藤井風さんを中心に取り扱いをしています音楽のチャンネルとなっております。もし少しでも気に入ってくださいましたら、情報を見逃さないように、いいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけでですね、皆さん、12月12日今夜11時過ぎ、撮影しておるんですけども、藤井風さんの寝そべり配信決定しました。拍手。これは拍手ですね。皆さんももちろん僕も、待っていた寝そべり配信が約2年ぶりに帰ってきたみたいです。2年前は、2021年成り立ての、22年かな、2年成り立ての、ハッピーニューイヤー配信、寝そべり配信ですね、っていうところから2年です。長かったような短かったかような気もするんですが、なんと、詳細の日程を見ていきましょう。まあ、皆さんもご存知かと思うんですけど、12月17日日曜日、日本時間夜じゃないね午後2時から Happy Holidays 2023 寝そべり配信決定というわけで、藤井風さんアプリよりですね、今週末12月17日日曜日、14時に約2年ぶりのゆるい生配信 Happy Holidays 2023 寝そべり配信が決定いたしました。 YouTube、Instagram、TikTok にて同時配信いたします。内容はすべて同じです。で、お楽しみということで、藤井風さんのアプリの更新が来ました。で、僕がこの更新を見た時はカフェにいて、マジでんみたいなマジでって思ったんですけど、びっくりしましたね。はい。通知が久しぶりだったんで、藤井風さんのアイコンと、僕 iPhone なんですけど、最新情報が追加されましたっていう通知が来た時に、おマジか、何って思ったんですけど、まさかの寝そべり配信、しかも来週の日曜日ですね。で、僕がなんかいろいろ思ったことあったんで、ちょっと話していこうかなっていうふうに思います。で、まず12月17日なんで、紅白はちょっとないのかなっていうふうに思いましたね。なんか紅白出るんだったら、この時このタイミングで生配信はしないんじゃないかなって僕思ったので、これを受けて個人的には紅白はないんじゃないかなっていうふうに思いました。で、2つ目が、寝そべり配信の配信方法ですね。YouTube、Instagram、TikTok にて同時生配信いたします。で、内容はすべて同じということなんですけど、これはやっぱりもう2年前から比べると、2年前からももちろんそうだとは思うんですけど、海外のファンの人が増えたのかなっていうふうに思っていて、まあ、いろんな層の人が藤井風さんの楽曲とか藤井風さんのコンテンツを楽しみにしてるんじゃない、楽しみになったんじゃないかなと。ここ2年、特にこの1年ですね、アジアツアーやってたじゃないですか。で、そこでいろんなファンの人がいて、いろんな媒体でこうやって、こうなんていうんですかね、まあちょっとやらしい言い方をすると集客が見込めるっていうところで、まあインスタ、TikTok も増えたんじゃないかなって僕は思っております。で、これ僕3つやる理由は他にもあるんじゃないかなって思ってて、勝手にですよ、これは勝手になんですけど、何か告知もしくは発表があるないじゃないかなっていうふうに思っております。2年前のその生配信、2022年の寝そべり紅白でも、おそらくあれですよね、アルバム出ます
アルバム出ると思うみたいなのをボソッと風さんが言った記憶なんですけど、合ってます？ちょっと確認してから言えよって感じだと思うんですけど、でその後にあの祭りとか祭りの MV とかが出て、ラボールサボール出たんじゃないかなっていう風に思っていて、アルバムが出るかは分かんないけど何か告知があるんじゃないかなとか思ってます。でっていうのも、皆さんインスタのあの動画見ましたか？風さんが上げてた寝そべりって言ってたやつ、寝そべりの発音がの寝そべりのリがですね、完全に R の発音ですね。風さんのあの R の発音とてもすごい憧れます。かっちょいいなと思うんですけど、まあちょっとそんな話は置いといてですね、あのこんな動画上げてました。ちょっと見てみましょう。どうぞ。藤風ネソベリーピアノライブストリーミング on December 17th。 Let's meet there。 またお会いしましょう。はい、皆さん見られた動画かとは思うんですが、藤風ネソベリーライブピアノストリーミング言うてますね。なのでまあピアノなんでしょうねっていうのはまああれなんですけど、皆さんよく帽子見ましたか？帽子、黒の帽子見ました見ました？なんか書いてません？あのよく見てみてください。なんか僕は気づいたんですけど、気づきました何かというとですね、あのおそらくなんですけど My flowers here って書いてませんMy flowers here、ま、のあれですね、花のやつですね、歌詞だと思うんですけど、おそらくなんですけど僕の目が悪くなければ、僕めっちゃ視力悪いんですけど、ま、眼鏡かけて見たところですね、 My flowers here って書いてる気がします。はい、でこれは何なんだろう、おそらくグッズなんじゃないかなって、もしかしたら市販のものでこう My flowers here って書いてるものを買ってきたのかもしれないんですけど、もしかしたらグッズかもしれないなというふうに思っております。とするとグッズだとするとツアーグッズっていう可能性もなきにしもあらずっていうことは、ツアーをするいや考えすぎですよね、考えすぎだとは思うんですが、そういった世界線もこう垣間見れた今回のニュースだったなと、僕ニュースなんじゃないかなというふうに思っておりますので、まあ、もちろん寝そべり配信で風さんがいろんな曲をやってくれる、ワーキングハードとあれですよね、花あの発売というかリリースされてから、風さんが歌う機会っていうのはなかったと思ってるので、少なくともその2曲は風さんの CD 音源しか私たち聞いてない、まあのかなというふうに思うので、その2曲が歌われるかとか、皆さんの好きな曲が歌われるかとか、どんなもしかしたらカバー曲とかリクエスト曲をやるかももちろん寝そべり配信なので楽しみなんですが、もしかすると何か発表があるかもなというふうに僕は思っております。っていうのも風さん自身がこう表舞台に出てきて話す機会ってここ1年間ずっとなかったですよね。なので、まあ、そういうのもあって YouTube、Instagram、TikTok で配信するのかなって思ったりしてるんですが、皆さんいかがでしょう？僕が考えすぎでしょうか僕は考えすぎだとは思うんですけど、そんなこともあるかもなというふうに思っております。はい、というわけで本日はですね、藤井風さんが12月17日日曜日にですね、寝そべり配信をされるということで、お話、いろんな妄想とかばっかだったんですけどお話しさせていただきましたが、いかがでしょうか？皆様はどんな風さんが見れることを楽しみにされてますか？もしかしてなんか告知あるとか思われてますかもしよかったらですね、なんか皆さんどう考えてるのかなっていうのも一緒にわちゃわちゃしたいなというふうに思っておりますので、まあ、皆さんの予想とかこんなことあればいいなみたいなところあればですね、ぜひコメント欄で教えていただければなというふうに思っております。
僕もですね、当日は予定たまたまねなかったので、多忙な僕がたまたま予定がなかったのでですね、その日はゆっくりお家でですね、寝そべり配信を寝そべりながら楽しもうかなというふうに思っております。もしできたらなんか夜とか寝そべり配信の直後とかでちょっとこう生配信をして、あ、こうだったね、ああだったね、感想会といいますか、もうしたいなというふうに思っております。まあちょっとお時間都合あればですけど、ぜひ皆さんも参加していただければなというふうに思います。ただ未定なんでね、またどこかでお知らせさせていただきます。なのでぜひよければですね、通知オンのボタンを押しといていただけると、通知が来て遭遇しやすいかなというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いします。というわけで、本日、以上となります。ワクワクねさせてくれる風さんがまた帰ってきたなと、常にワクワクしてさせていただいてるんですが、去年の怒涛のツアーの時のような何か始まりの予感は僕は勝手にしております。というわけで、そういった予感も予感でワクワクしながら、今後も風さんの楽曲で、楽しんでいけたらなというふうに思っております。はい、というわけで以上となります。それでは次の動画、生配信でお会いしましょう。バイバーイ。